役職はこの役職、ライターの人もいればマーケターの人もいてマネージャーの人もいるっていうふうにして、この二つの養成会を、雇う雇わない、雇用体系はまあ全然今まだ考えてないですけれども、一つの巨大なカンパニーにする。なのでそう決めたので、今僕はプロモーション単位でほとんど見てません。こういう人を育てないといけないからです。プロモーションがうまくいくどうこうではなく、これをやってくれる人たちを育てて、パートナー養成会っていうものを昔は200人ぐらいって思ってたんだけど、今の価値観でいうとパートナー養成会っていうものを1000人規模にしていく、それこそが世の中でセールスライターになりたいっていう人にキャリアを示す一番の方法だと感じたからです。起業したい方はキャリア支援会で頑張ったりとし、もっともっとスキルを磨きたい方はキャリア支援会で、アウトプットとかインプットです。例えば月間クスノスが見えますからね、あれすごい情報ですから、月間クスノスがあったりとか、レビューをみんなでしてもらえたりとか、運動メディアがあったりとかしますから、ぜひ活用してほしい。両方なんだけれども、どちらかというと起業っていうことではなく、クスノス&カンパニーっていうでかい広告会社を、では仕事を僕の知名度だったり会社の実績だったりで仕事を取ってきて、それをどん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 パートナーの皆さんに仕事をしてもらってっていう組織にしたいなと。でそれともう一つ、社長業っていうことで、社長業、僕は社長業に集中します、というのが今の僕のビジョンで、どうすれば上に上がれるの、上がるか上がりたいかどうでもいいですけど、これは別にこのパートナー養成会、このクスノスさんとカンパニーの中だけじゃなくて、全てにおいて、この世の中の全てにおいてどういうふうに関わっていくと今よりもっともっと上昇していけるのかっていうこと、それが今日冒頭で言った話なんだけども、通常これセールスライターにちょっと合わせてますけど、実力不足です。絶対にスタートラインは実力不足です。当たり前だけど、ありえないでしょ、それ以外はね。実力不足です。通常門前払いです。実力不足、通常門前払いだから、デッチ奉公すべきです。実力不足な時に、でも実践しないと実力つかないわけです。その時に金くれって言ったら一切前に進まない、一歩も進まない。だからデッチ奉公すべきです。最初の段階は必ず。事実、僕はダイレクト出版からお仕事、ケネディのやつやってくれませんかって言われた時に、寺本さんと打ち合わせしてる時に、お金いらないです、無償でやりますって言いました。却下されましたけどね。それだとプロジェクトが進まなくなるから、うちは払うと。払っとかないと止まってしまうでしょう。だから払いますって言って補償いただきました。だから僕も必死になりました。お金をもらうってことは大事です。だから大事ですよ、もちろん。もらわないとそれが甘えになるとはダメだ。だけれども、もらえないから言って一歩も進めないのもダメだったら、デッチ奉公でいいっていうつもりでお金払うって言われたら、払ってもらってるつもりでやるっていうことも大事ですけどね。とにかく実力不足な時はデッチ奉公すべきです。